アンダーテイカーさん、ラングニックになってユナイテッド強くなったかじません長い目で見たら大丈夫ですかラングニックに関しては、本当この間の動画で言ったまんますね。ラングニックが変われるかどうか。一応、個事生後で男子3日見なかったら活目せよみたいな話があるんですよ。3日で男は変わるからで。僕も18歳の頃と今の人間が一緒かって言ったら全然違うんですよ。ただ、人ってそんな変わんないっていうのもあるんですよ。だからラングニックがどっちなのかっていうと、フクスとか、ラングニック首相は、 彼は変わらないとかみんな言ってるんだよね。でラングニック自身ももうスピーディーなサッカーでバックパスキンしたみたいな。それが現代サッカーにおいて名称たち誰もやってないですよね、そのサッカー。でラングニック通ってきた人たちもそのサッカーを、まあ、否定というかそのサッカーだけじゃダメだっつってアップデートしてるから。ってなると長い目で見ても僕は ダメというかだから例えば来シーズンラングニックが思って来シーズンも続けるとして、ね、ラングニック自体は来シーズン続けるのを狙ってるっていう話を前木崎さんに教えてもらいましたからねレオザ学園のイベントでラングニックがまあ続けるんだとしたら思ってる選手使えないと思ってる選手全部外す言うこと聞かない選手外す若い選手取ってくるライブツィーでやってたようなサッカーやらせるそれで、まあ、ある程度はいいかもしれないけどただ ライプツイでやってたサッカーをユナイテッドでやらせて、相手がバエルンだけじゃないんすよ。強いところはドルトムントとか。まあ、まあちょっとネバクゼとかいろいろいるけど、そのレベルじゃないじゃん、もう。もうだってスパーズ、ユナイ、スパーズリバプールして、チェルシー、アーセナルとかさ、レスターとかいろんなところとさ、戦って、そのね、スピードとパワー一本槍でいけるかっつうといけなそうしょ。で、ローナウドとかいないんだよ。苦しい時に点取ってくれる。ってな、あとね、普通に考えたら、 ラングニックに任せててもやっぱ変わんないっすよっていうのが妥当ですよね。全財産をラングニックが続けたら変われるあ、続けたら買われない、どっちにかけるって言ったら、ね、もうほとんどの人が変われるに入れるんじゃないですかね。<laughs> ラングニック呼んでユナイテてとシノジーやっぱりも,でもさ。これさ、ラム君はどうかわかんないけど、基本的にさ、俺だってラングニック来たらだいぶ怪しいよって話は前からしてんじゃん。 その、素材を、今ある冷蔵庫の中のもんでめっちゃうまいもん作るっていうより、あの、市場でこだわりの食材っていうか、高いもんじゃないけど、もうこの野菜じゃなきゃダメなんだみたいなのを持ってきてさ、自分だけが思う最高の料理みたいなのを作るじゃないですか。で、あと今のユナイテッドで当然途中就任っていうふうになると、まあ、呼ぶ監督としては、ラングニックよりバルベルテとかになりますよね。ケンハーグとか。 だけど、そうじゃない人を選んだってことを、言ってる人誰もいないでしょこれもう俺がすごいっしょって話に聞こえちゃうんだよ、この話する。でも違うというか、まあ1割くらいあるのかな <laughs> だけど、ほんと9割は、マジでその、ラグニックを、なんかこう、ロコモティフモスクは出したかったとか、もう後出しの情報は後出しの情報だから、その情報ってさ、 その情報に価値があるのはさ、その後に儲けられるからとかさ勝て、戦だと勝てるからじゃん。そういうとこ度外視して後出しで嫌われないことばっかり言う人ばっかりだから。そう、だから先にその情報を言ってくれる大事さみたいなのってマジで誰もやんないよね。だから俺が予言者みたいになるんですよ。で、あの時言ったけど、バルベルでは面接で落ちたと。で、多分、あれバルベルでは面接落ちたってないけど、みんな面接して一番いいやつ選んだんですよ。で、ラングニックはプレゼン得意なのよ。 ドイツのそういうカンファネス的な、フットボールカンファネス的なのに呼ばれて、めっちゃドヤ顔でこうして、こうすると、こうすると、はい、プレスはばりますみたいな動画あんのよ。俺、あの時点でやべえなっていう、まあ、その時も言ってるけど、キーパーかわ、あの、使って同サイド圧縮回避する方法とか、ゼロトップ降りてきての方法とか、それを、え、こうしたらどうするんですかとか言う人いないから、ックか気持ちよくなってるだけみたいな。それをやれるようなサッカーがもう、代表チームでもやってるじゃん、ユーロとかで、イングランド代表とか、イタリア代表とか。ってなってくると、 まあ、<laughs> ラングリックがそうなるのはまあ可能性高くて、それがまあ確定したな、みたいな感じですけどね、最近のあれ見てて。みたいな感じでありがとうございました。今後とも、ね、レオザフツボューよろしくお願いします。ね、最後まで見てくれてありがとう。というわけでまたね、みんな、いいね、チャンネル登録して帰ってね。バイバイ。 ものは口ゆくことわりプラッシブで見た思想戦の時信者思想気合とゴンジョーさこうでもそれしか言えないのは師匠風者は経験から賢者は歴史から敵味方関係なく学べ一からしよう